ホッケエリア、カッコ、スプラトゥーン1。やってきます。ホッケ、まあね、2にもあるステージだけど、結構違うんだよね。なんか、狭いのと、エリアが変な場所にある。どんな感じに、どんな場所にあるんですかっていうのは見てればわかる。はい。で、ね、なんとなく察すると思うけど、2つあります、このステージエリア。全然違うんだよね。そこそこ的そこで、なんか狭いんだよね、全体的に。だから、なんか、出会い頭に変な敵と遭遇しないように注意。ただ後ろにいてもチャーに抜かれるだけみたいな。あー、それ、ポイズンバリア、悪質、スプラスピナーコラボ、注意。スプラワンのスピコラやばいからな。普通だとなんかさ、おとなしそうな武器ですみたいな顔してるけどさ、やばいんだよね、注意。で、メガホンもこのステージ強いから注意んだよな。ちょっと動けてないね。守ってるだけみたいな。どっかで攻めれたら攻めたいんだけどさ、来てる。それ何竹？あーてか竹ってし、そういえばシールドメガホンか、懐かしい、今思い出した。そっか、なんかチャージャー弁当とかその辺かと思った。ちょ、初動じゃないや、試合始まった時ちゃんと武器見ましょうね。ちょっと着替えて。竹怖いね。いやー、もうやー、心の中では張ったんだけど間に合ってよかった。ちょっとな、塗り状況的にも最悪で押されてるんだけどね。打開頑張ったいね。バリアうまく活用して打開しなきゃなーって感じ。スーパーショーやだな。敵なんか荷落ちしてるからこれは行くべきっしょ。敵ちゃんと探したいんだけどさ、とりあえずやってみるか。アイさんだけど、あ、やれた報告、それわかんない。まあいいや、あげる。オッケー。竹まだいない？あ、出て。いい。怖。まあ、結果笑い。で、左でかね。あ、降りてくるのか。ちょ、寿司射程長いんだよね、このゲームの。で、気づけば僕しかいないから、ちょっとね、注意って感じ。どうしようかな。悩ませてる。どうしようかな、マジで。あー、もうやん、ごめんね。ちょっと悩ましかったね。そしてこれか。猫の二条橋。自陣にいいのか。いやー。怖っ。いやー、君ね。それは強いなー。そっか。それは強いなあれはちょっとね、行くにしても、割り当てからかなっていう感じがするわ。厳しい。狭いな、なんかほんと狭苦しいな。どうしよう。疑似角マン気をつけて。ナイス。バリア上げたい。あー、まずい気がする。まずい気がする。寿司がね。まずいなー。いやー、見てるねー。それは寿司？寿司か。難しいなぁ、ホッケ。ホッケ難しい。むずくないここ、なんか。クソ捨てでは。気をつけて帰って。顔出したくない、マジで。でも行くしかないんよな。バリア。まあ、吐かせたっちゃ吐かせたけどさ、バリア返して、味方守って。いやー、シールド。一応疑似角取れたけどさ。あー、俺入っちゃった。これは、負けか。一応ワンチャン突っ込むけどね。キャー見てるかな。行くしかないよ。あ、いや、なんか相手上手くないっていうか、ホッケー難しいな。エリデコの方がいい説。メガホンね。メガホン、ポイズンメガホンのエリデコ。なんかな、ここ本当に独特だから、って書いた。クソ捨て感ある気がする。ホッケーには申し訳ないけどね。結構2でいじられたステージなんだよね。打開がな、なんか、こうしてみるとやっぱ、2の方がまだ打開しやすいのかなって感じがする。2でも結構ホッケの打開難しいけどね。続きホッケー。さーて。
さっきはな、ボコボコに負けたから、次は勝ちたいな。武器変えてきました。武器変えました。エリテコです。なんかね、射程、結構、まあ攻め、一旦敵陣に攻めたりしたらラピュラでもいけそうなんだけど、攻めるまでが結構難しくて、それなら射程長いこっちの方が、なんかやりやすそうかなってね。あとメガホン強いしな、このステージ。まあちょっとね、武器変えたけど、油断せずに頑張ろうなんて感じ。さっき負けたしね。あ、回数、完成キャンセルができる。無事シャーピットできないんだよね。トラップだから。もう使っちゃう？当たればラッキー、おみくじ。あ、いたか。ごめんね。ザップ。ザップってそうか、大王なんだ。へぇ。まあ、ザップにもいろいろあるからさ、あれなんだけど。無印ザップ。あ、ちょっととりあえず行ってみよう。そうこそ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 こ。どうしよう。あー、ちょっと引っかかってるんよ。引っかかってるんよ。いやー、動きづらいな。動きづらいな。敵っちゃわかんないな。スパショの音。あー、ちょっとまずい、まずい、位置取り。あ、ちょ、近い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 。そっち行ったか。これじゃ当たらなかった。味方さまさまやな。気持ち切り替えて。僕も頑張らんか。メガホン食べたいんだけどさ。とりあえずっと。あー、開いちゃっちゃったな。今のは一方的に勝ちたかったね。うん。ステージャン欲しい。しゃあない。積み忘れた。気持ち切り替えて。ちょっとな、やっぱホッケ難しいな、ここ。思ったよりも苦戦してるわ。本当に。ね、似てるようで別ステッカー感がすごい。リタ怖い。結構、単純に詰められてやられてる感はあるけど、油断したらリッターもにもね、やれるかな。よし、当たったんだけど、ナイスやつ、助かる。助かる。今のお豆さん割とヘッポコだからね、アシスト助かる。どうするだけね。倉庫。当たんなかった。当たんない？なんか当たりそうだと思うな。いやー、ブブ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 語彙力がない。なんかホッケムズイボットになっちゃってるわ。頑張りたいね。疑似格マン、疑似格マン、やめてください。スープラ2でもスープラ1でも僕のこといじめるんか。ちょっと待って、どうしよう。こいつ当たったんだけど、あー、どうも、あー、まあある意味ホッケらしさが出てて、見てる側的には面白いのかも。てかカウントがさ、残り3分以上経っててさ、このカウントっていうのがなんかすごいよね。気持ち切り替えて。打開難しいよ、このステージ。高台からワンチャン誰か倒せたら狙う。メガホン正面からちょっと触ったけどさ、こっち来ちゃった。あ、あ、やばそう、やばそう。あー、もうやばい。疑似格の嫌な予感がしましたが、手遅れでした。ピン、気をつけて帰って。まずいなぁ。打開。いやー、あいつかぁ。3発上げちゃったね。サブインク積んでるしなぁ。いやぁ。難しいよ。そこのエリアで塗ってる人をね、あー、ダイオンになっちゃった。ダイオンになっちゃった。時間ないからこれさ、頑張って維持した方がいい。そこ行ったケース、どうしよう。あー、いる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 。オッケーなんだけど。どうしようどうしよう。オッケーなんだけど。いや、攻めんの難しいな、地形が。角が多すぎるんよ。怖い、そこ、疑似角竹がいそう、あのシールドハット、あとはしね。うん。あー、味方やっちゃった。いやー。
時間がないからな。これエリア取れないと負けなんだよな。メガホン打つ場所右の方が良かったかもね。もうあっち行くしかないかな。やれたけど、エリア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 、いやーなんかなーはぁ、ここどうすればええんや、わからない結構苦しいな。思ったよりも苦戦してるわ。いや、2のホッケもさ、苦手意識は、まあ、あるっちゃあるんだけど、なんか、2の方がマシな気がしてきた。どうするどうしようここ。ちょっと考えよう。そろそろ勝つぞー。オッケー。短め。相手もまあ、短めだけど、竹とかいうさ、竹注意な。で、バリアに、なんだかんだね、無印アピールしました。やっぱバリアがあると攻めやすいかなって感じでね。逆にそれないで攻めづらいからなーっていうね。まあ、わかんないけど、頑張るぞ。ちょっとなー、いきなり合わせてる。シールド強いなー、このステージ。あ、来てる来てる。あー、当たるんかー。いやー、バリア張った方が良かったね、結果的には。なんかもしくは、下がれてるかったんだけど、残念。一応ステージ安全できたから、攻めるね、思考回数増やすためにね。あー、シールドやめて。いやー、なんかいる。なんかなー、そもそも攻める攻めない以前に守りができてないよねって感じ。これ正面から行ったのはダメかも。角がきつい。ナイスナイス、味方がとどめさせてくれた。それはいいんだけど、シールドは、ガロンめ。ガロンベッチュみたいな構成してるよね。まあ、サブだけなんだけどさ。スペシャルは全然ナイス玉と関係ないんだけどさ。無印ガロン。敵が来ると、なんか見たいんだけど、きちい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 。まあ、リハクしかないよね。当たんね。当たったけど、痛いっす。いやー、竹って、そっか、シールドメガホンか。いや、ホッケと噛み合いすぎてないっすか。ちょっと射程ができたら近いだけですか。そっか、やれたけど、どうしましょう。あたーにゃにゃにゃ、クイボー、クイコン。直撃当てれんかったね。竹強いな、ナイス。それか、やれそうではある。やれた、それはいいんだけど、ここであと攻め攻め、味方攻めてるから加勢したいな。割合あるから、あっ、うわ、怖い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 。いや、疑似覚食らいそう。いけ。それはクソなんだけど、ちょっとな。それでもエリア取れちゃってるか。難しいね。やばい、食いコンマン。OK なんだけど。もう一体ぐらいいそう。いない？大丈夫？食いぼれ死ぬ、食いぼれ死ぬ、食いぼれ死ぬ。なんだけど、竹がな、ラスボスなんやな。下がってるね。メガホン、ああ。一旦下がりたいっす。嫌な予感が、すごく嫌な予感がします。竹なんだけど、シールドの後ろにいるかな。えいるいる。いけ。いやあ、さあ間に合うかな。止めなきゃ終わっちゃう。いやあ、無理なんかな。悔しいね。竹がマジでな、竹に手も足も出ない的な。まあ立ち回りがうまいってのもあるんだけど、いやー、シールドの裏からね、やられるのきついな。シールドなのか。
このステージはシールドなのか4度目のリベンジどんだけあるねんって感じだけど。よし、武器はラピブラです。なんか変なチェリーマークついてくる気のせいです。ラピブラです。赤いからね、赤いからね。どっちも同じようなもんだろ。ちょっと待って、声が出ないシールド、まあね、チェリーなんだけど、リーガンチェリーなんだけどさ、分かんなかったよ、ホッケラピューラ。まあバリアうまく使えばワンチャンって感じなんだけどね。シールドでも使っていきましょう。バリアもあるしな。あー、インクインクインク。一旦回復深呼吸。あれボムラか、ちょっとめんどくさいな。あ、でも割と一方向に巻いてるっぽいから、まあ耐えればいいかな。そこ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 、ナイス、助かる。で、攻めたいんだけどスパシャも落とすんだよね。あー、噛み合っちゃった。いやー、結構な人数いい状況だったから悔しいね。持ち切り替えて、ステジャンで飛んで、ふっ、あー、刺さらんかった。ステジャンってなんか難しくない？僕はあんま使えないんだよな。強いのは分かるけどね。持ち切り替えて、まあエリアイジでもする。いやー、いやー、やれんかった。きしい、当たんない使い慣れてないから当たんない一応ディールガン使ってたんだけどね。ただやっぱね、ずっと使ってるラピュラと比べるとねみたいな。急いで怖いんだけど大丈夫かな。いや、自陣いるな。どうしよう、悩ましてん。せんでね、当たんね、当たんね、当たんね、当たった。ナイス、当たってないんだよ、当たってないんだよ。当てたのは味方なんだよ。で、スパショのとかしたんだけど大丈夫かな。怖いな。入っちゃった、怖くて。微妙な気がするわ。どうしようかな。相手スクナックはあるから攻めたいんだけどさ。え、さ、ナイス。あー、すげえな。バリア、バリア上げたい。とりあえずさえ倒せ。バリア上げたい。オッケーオッケー。間に合った。ナイスナイス。助かる。エイム変なチョコだから助かるわ。で、スランスレとして、そこ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 。オッケーオッケーオッケー。いいね。いいね。いいね。次どうすればいい？そこね。ナイス。いいね。足元、お豆さん足元、ちょろっとね。ちょろっと遠くからね。ピュピュピュって奪っただけです。まあね、味方がとどめさせてくれたらいいんだけど。いやー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 。やれ、やれた。OK。一旦下がるべきやな。バリアさすがにね。あ、でも人数は有利取れてきた。OK、ナイスナイス。OK、OK。OK、OK。よし。さらにカウントを進めていきたいところ。どこ見ればいいかな。まあ、右が一番ね、エリアが単純に近くにあるから、来る可能性が濃厚プリンに見ると。やれんか。シールド厄介やね。なんか嫌な予感がすんだよな。味方やっちゃった。ごめんね。やれたけど。戦争ついちゃった。あー、ごめん、ね、悔しい。バリア持ってるな、あの、ビールガン。あー、左高から行った方が良かった気がする。あー、どうしよう。ちょっと悩ましいね。こっち来ちゃった。来ちゃった。まずいっす。いいダイス。口笛あんま出ないわ今。いや、口笛はいいとして、左高からね、エリアを遅延してスペシャル貯めてって感じがいいかな。結構いろいろいるから注意やな。よし、あ、味方だった。まあ役立ったっしょ。 OK。 で、まだね、相手のターンだから。うまいね、うまいね。そこ味方左でかいるから飛んで、また同じことしてちょっとでも油断したらマジで負けるからね。相手のリールがないから基盤いやらしい。ナイス。どうしよう。
バリア。いやーん。いやー、なんそれ、それは、それは地獄じゃないですか。ちょ、ディールガン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 。うわー、あーゾンビがあるから、いや、早い。左だけ飛んで、まあ、あとは、あの、あとは、まあ、同じことを繰り返しつつ、いけるかどうかって感じだな。カウント少ない。エリアイジ、エリアイジ。死なんように、あー、うまいわー。うまいわー。いやー、悔しい。まあ、一番いい勝負できたと思うんだけど、あー、もう悔しい。いやー、最後、死んだのまずかったね。まあ、悔しい。お豆さんなんだかんだ負けず嫌いだから、ちょっと、ホッケーね、ホッケー4000全敗はちょっと悔しいな。まあ、ホッケー、保険じゃないんだよ。ホッケーエリアは難しかったです。いや、惜しかったから、ほんと最後のデスなければ勝った説は結構あるんだけどね。印象はだけと思うんだけど、悔しいな。負けです。